大変です。ここから力になれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。恥ずかしい。パートと名前を教えてください。はい、バッテリーパートのテナー担当してます、武藤キズナです。バッテリーパートのスネア担当しています、堀江桃香です。では今何してましたか？今は休憩をした後に練習しようとしてました。昼ご飯食べ終わってポイントの確認してました。ありがとうございます。じゃあ入団してみてどうですか？最初はすごいいろんな人がいてなんか怖かったんですけど、みんな優しくて楽しいなって思います。高校の時もサトシさんに教えてもらったんですけど、高校の時のサトシさんとはちょっと雰囲気が違って楽しく練習してます。いつも仲良く仲良しです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。今何してましたか？次の機械の確認をしてました。ありがとうございます。パートと名前お伺いしてもいいですか？バッテリーパートの南條教授です。入団してみてどうですか？ちょっと大変なところもあるんですけど、すごいやりがいがあって楽しいです。ありがとうございます。入団したきっかけを教えてください。小学校の時からマーチングをやってたんですけど、その大会の時とかに見かけてすごいかっこいいなと思ったので入団しました。ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、カラーガードパートの大場のぞみです。今何してましたか？今は楽器の片付けをしてました。入団してみてどうですか？いろいろ注意されるところとか褒められるところとかもあるので、その注意されているところを大会までにどんどんなくしていこうかなって。入団したきっかけを教えてください。丸場のガードさんたちに憧れて入りました。最後に一言お願いします。頑張ります。こんにちは。パートと名前を教えてください。ヒットパートの福来ゆめです。ヒットパートの門脇桃です。今何してましたか？今お昼ご飯食べ終わったとこです。入団してみてどうですか？練習は大変だけど、でもみんな優しくしてくれて楽しいです。なんかすごい揃った時とかがめちゃくちゃ楽しいです。それでは入団したきっかけを教えてください。マーチングバンドの友達に紹介されたので
お名前お願いします。チューバパートのソータです。トランペットパートのソッシです。ビットパートのリオです。今何してましたか？ご飯食べ終わって遊んでました。入団してみてどうですか？練習が大変だけど楽しいです。なんかドリルとか細かい動きよくて大変だけど楽しいです。予定とか結構詰め詰めになって忙しいけど楽しいです。じゃあ仙台バーディアーズに入団してきたことを教えてください。大会でバーディアーズを見てかっこいいなって思ったからです。トランペット習っていて、その先生から誘っていただいて入りました。バーディアーズ主催の講習会に行った時に勧誘されて入りました。それからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。パートの名前を教えてください。はい、はい、カラーガードパートの石谷真奈です。今何されてましたか？今は帰りの集まりが終わって帰るところでした。入団してみてどうですか？とても楽しくやらせてもらっています。パートの雰囲気はどうですか？なんかみんな結構頑張り屋さんで盛り上げてやってて、雰囲気も明るくて楽しいです。これからも頑張ってください。頑張ります。近い子パートの名前を当ててください。メルフォンパートの佐藤です。今何されてますか？今は片付けが終わってたむろってました。両立するのが大変ですけど、毎日楽しく練習させてもらってます。じゃあ、入団したきっかけを教えてください。社会人になってまたなんか学校行きたいなって思ってたところに、同じ職場の人がやってたので参加してみました。それではこれからも頑張ってください。ありがとうございます。パートの名前を教えてください。バリトンパートです。ダビットと申します。今何してましたか？昼ご飯を食べていました。入団してみてどうですか？楽しいです。どこから通ってますか？東京都から通っております。ガーディアーズに入って一番最初に感じたことは何ですか？メンバーの方たちのスピタリティの高さです。これからも頑張ってください。パートと名前を教えてください。はい。バリトンパートの川野部豪と言います。今何してましたか？昼食を食べてました。入団してみてどうですか？なんかすごく雰囲気、なんか初心者なんですけど、なんか雰囲気が良くて、すごいなんか居心地いいなって思ってます。マーチングを始めてみて今一番感じていることを教えてください。なんか動くのむずいなっていうのをすごく実感してます。今なんか場所を覚えたりとか、その上でも人と合わせて周り見て合わせるとか、なんかやってみて難しいんだなって、あの見てても思ってたんですけど、やっぱやってみると改めて思いました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。パートと名前を教えてください。トランペットパートの加藤理子です。バリトンパートの中山美代です。今何してましたか？お昼を食べ終わったところです。入団してみてどうですか？ドリルとか難しいことも多いけど、先輩たちも優しくて楽しいです。同じで難しいこともあるけど、先輩たちが教えてくれるので楽しくやってます。仙台バーディアーズの好きなところを2つずつ教えてください。にぎやかで楽しい、先輩たちが優しい、全部一緒。あとかっこいい、かっこいいところと、まあ先輩たちが優しいところです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。パートの名前を教えてください。
トランペットパートの加藤あかねです。今何してましたか？ご飯食べ終わりました。入団してみてどうですか？楽しいです、はい、楽しいです。仙台バーデーズに入った理由を教えてください。高校の時にお世話になったバーディアーズの方に誘われて、大学受験終わったらってことで入りました。仙台バーディアーズの好きなショーと理由を教えてください。好きなショーの理由、23年度のフォースインハンズが一番好きです。理由は、なんか音楽もともと原曲がもともと好きっていうのと、なんか 30×30 の中でなんか最大限それぞれのフォースを表現してるのがすごい好きなので推してます。はい、おはようございます。これからも頑張ってください。はい、パートと名前を教えてください。はい、パートは体が動いて、近藤優奈です。今何してますか？今はポイント張りをしてます。入団してみてどうですか？チームの技術がすごい高くて勉強になることが多くて、これからもたくさん学べていけたらいいなと思います。入団したきっかけを教えてください。はい、知人に勧められて入団しました。それではこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。パートと名前を教えてください。トランペットの佐々木みのりです。トランペットの加藤です。かわいい、ラパのアイドル。今何してましたか？片付けしてました。入団してみてどうですか？毎日マーチングできて楽しいです。みんなが優しくついてくれるので楽しいです。最近起こったハプニングを教えてください。合宿前に転んで膝怪我しました。合宿中に膝引き落としました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。パートと名前を教えてください。バリトンパートの高倉信太です。はい、今何してますか？今は片付け中です。アルバに入団してみてどうですか？最初は馴染めるか不安だったんですけど、みんな優しい人たちばかりで、すごく練習してて楽しいです。バリトンパートはどういう雰囲気ですか？バリトンパート意外と年齢層が広いけど、みんな仲良しだと思います。これからも頑張ってください。はい、頑張れ。